こんにちは、タビニャンです。今回はサンジェルマン阿佐ヶ谷店さんにパン食べ放題に行ってまいりました。食べ放題は60分1430円でワンドリンク付きでした。6月発売の新商品もございました。たくさんパンが並んでますね。みんな美味しそうで、どれを食べようか迷ってしまいます。サンドイッチやハンバーガー、こちらの商品は1人1点まで。あとは小さいカゴとトングをいただいて、レジを通さず1人1回2つまで取ってくることができるんです。真ん中のコーナーは新商品が積まれているのかなと思って、真ん中に積まれたパンから取ってくることにいたしました。サンドイッチはこちらです。瀬戸内レモンクリームのフルーツサンド、こちらはね、5月1日に発売されたサンドイッチなんです。たくさんフルーツが入っていました。キウイでしょ、アプリコットでしょ、マンゴー、白桃、あとはね、瀬戸内のレモンクリームとヨーグルトクリームが入っているんです。中に入っているこの白いのは生クリームとばっかり思っていましたが、こちらはヨーグルトクリームで、そしてカスタードもレモンが入っているので、すごい爽やかなんです。サンジェルマンのフルーツサンド大好きでよく買っているんですけれども、この瀬戸内レモンクリームのフルーツサンド、爽やかなレモンの酸味があってとっても美味しかったです。2つ目にいただくのが枝豆ゴーダ&ラクレットです。一番上のチーズが焦げたところが香ばしくってすごく美味しいんです。そして下にはね、ふかふかのパンがついているんです。言わずもがな、枝豆がいっぱい入っているっていうのも枝豆好きには嬉しいですよね。このチーズがゴーダチーズとラクレットチーズなんですって。チーズと枝豆だけかなって思っていたら、ベーコンも入っていて、ベーコンの塩味、チーズのコク、枝豆のカリカリとした食感が相まってとっても美味しいです。これね、温めていただいているお客様もいらっしゃったので、温めていただいた方がより美味しいのかなって思いました。店内の真ん中のコーナーにあったので、このフランス産発酵バターのデニッシュリンゴも新商品なのかと思ったら、こちらは定番商品でした。フランス産の発酵バターの風味が豊かで、リンゴがシャキシャキしていて存在感があって、その下には程よい甘さのカスタードクリームが敷いてあって、とっても美味しい商品でした。今回真ん中のコーナーのところにパパパンっていう可愛い商品もあったんです。私はこのひげがついたパンをいただきました。こちらね、父の日までの限定商品なんですって。中にはチョコレートクリームが入っているんです。このチョコレートクリームがしつこくなくって、とっても爽やかな味で美味しいです。真ん中のね、パンはふっかふかもっちもちなんです。髪の毛のように覆われた黒い部分は甘いのかなって思っていたら、普通のパンでした。なのでね、中のチョコレートのクリームがとっても生きたパンでした。やっぱりね、ここに来たらあんバターは食べたいなって思って、いつもあんバターを取ってきております。このね、あんバターのパンなんですけれども、すごく弾力性があるんです。この底の部分はカリッとしていて、食感がとっても面白いんです。一番上にはね、岩塩なんでしょうかね、トッピングされているので、甘いあんことコクのあるバターと塩味の効いた岩塩が三位一体となって、とっても面白い味を醸し出しているんです。
弾力性のある生地がやみつきになる一品です。次の4種のフルーツなんですけれども、ごめんなさい、取り忘れておりました。こちらね、レーズン、クランベリー、アプリコット、イチジク、4つのドライフルーツが入っているんです。そして生地にバターを絞って、奄美産の島砂糖を乗せているんです。島砂糖の自然な甘さが特徴の美味しいパンでした。セミドライトマトのマルゲリータ、このセミドライっていうのが少しだけ乾燥させたことで、中までは乾燥させていないので、トマトの味がより濃くなっているんです。モッツァレラチーズとライ麦入りの生地で焼き上げたマルゲリータなんです。バジルの葉っぱの爽やかな風味と、セミドライトマトの甘酸っぱさ、そしてモッツァレラチーズのコク、温めていただいたのでより美味しく感じました。レモンペッパーチキン、こちらはね、レモン風味の爽やかな味のチキンなんです。一番下にはね、フレンチドレッシングみたいな酸味のあるソースが入っていて、スライスオニオンがシャキシャキして、上にはマヨネーズソースが線がけしてあるようで、レモンの風味豊かな、すごいさっぱりしたパンなんです。このパンもね、とっても柔らかくてふかふかなんです。挟むものによってパンの種類を変えているんだなって思いました。こちらのパンは湯だねしようって書いてあったので、いつものパンじゃないのかなと思って取ってきました。この湯だねっていうのが、小麦粉に熱湯をかけてこねて一晩寝かせてお餅のようになった生地のことを湯だねって言うんですって。通りでパンの生地がもっちもちなんです。中のウインナーは粗挽きなのですごくジューシーなんです。もっちもちと粗挽きウインナー、それにモッツァレラチーズとマヨネーズやケチャップまで乗っていて、酸味と甘みとジューシーなウインナーと、定番の商品かなって思っていたんですけれども、定番商品にも改良を加えられているなんてすごいなって思いました。サンジェルマンさん、毎月発売の商品が出るんですね。さっぱりキャベツの欲張りフランク、こちらね、キャベツいっぱい入っていて、そしてケチャップとチーズと、あとはマヨネーズでしょうかね、かかっていて、チーズが焦げていてすごく香ばしいんです。なんといってもこのフランクの大きさですよね。存在感ある大きさでジューシーで、これも湯だね仕様になっているので、パンはもちもちなんです。シャキシャキのキャベツとコクのあるチーズとジューシーなフランク、とっても美味しい商品でした。こちらも温めていただいたので美味しさ倍増でした。今回は午後2時頃伺ったんですけれども、イートインスペースもほぼ満席でした。さすが人気のあるお店だなって思いました。この富良野のメロン、これはね、絶対食べなきゃと思って、もうほぼお腹いっぱいだったんですけれどもね、取ってまいりました。中を割ってびっくり、クリームいっぱい入っているし、このクリームすごいメロンの風味が豊かなんです。富良野産のメロンピューレにこだわった商品なんですって。中は富良野産のメロンピューレとカスタードが入っていて、周りはね、メロンパンのように甘い生地ではなくて、パパパンと同じような普通の生地で覆われておりました。私の中で
今回フラのメロンがダントツに美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは美味しいものをどんどん紹介していきます。気軽にコメントリクエスト、グッドボタンご登録お願いいたします。また次回お目にかかりましょう。バイバイ。